今週も始まりました。こんばんはるか、出席番号8番。春を感じさせる女の子のファッションはパステルカラーのキャップをかぶることです。モーニング娘。ワンフォーの工藤遥です。皆さんこんばんぽん。出席番号1番。春を感じさせる女の子のファッションはお花の飾りをつけてる人です。モーニング娘。ワンフォーの福村瑞希です。皆さんおばんです。出席番号6番。春を感じさせる女の子のファッションは私にはわかりません。モーニング娘。ワンフォーの石田優衣です。ということで今週は福村さん、私服のダサい石田さん、私工藤遥がモーニング女学院に出席です。そして今日の日中は私工藤遥です。よろしくお願いします。お願いします。はい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 、まあ、はいはいしか言ってないよ。いいですか、まあはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今週の